さあ沖縄行ってきます。体調もバッチリで、今年はなんと3泊できるということで、沖縄楽しんできます。 Ladies and gentlemen、 今回の動画を見るだけでもうそこは沖縄やスペシャル。街並みというかこの海沿いの道、この海沿いの道がすごい。サーフィンとかしてるのかな、みんな。ちょっとハンバーガー食べに行きます。沖縄来たらこのちょっとアメリカンな感じがいいですよね。さあ美味しいハンバーガー食べるぞ、イエーイ。はーい、ここはどこの国やっていう建物ね。こんな感じでね、ちょっとディープな階段を登ってまして、さあ到着しましたよ。はい、こちらがテディーズビガーバーガーハワイ。はい、で20年連続でハワイベストバーガー賞受賞のこちらテディーズビガーバーガーさん、どうですかこのおしゃれな店内。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。かりゆし水族館来ました。ほら、かりゆし水族館。とりあえず沖縄の水族館行って楽しみましょう。癒されるね。リフレッシュできました。はい、ってことでこちら瀬長島海かじテラス、有名ですよね沖縄といえばね。こんな感じで綺麗な夕日を見ながらまったりとさせていただいております。ほんまめっちゃ素敵やん。えい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 でね、
とこんな感じの変な指さばき見せつけながら、この波の音をね聞いてくださいよ。ぜひ沖縄行きたくなるでしょ。もう全てが最高ですね、ほんまに。うん、ってことで、こんな感じでね、あの島バナナを使った、バナナシェイク屋さん、もう吸い寄せられましたよ完全に。もうサンドの飯よりバナナが好きなんで、はい、この中でね、綺麗な沖縄の美人さんがやってるんですけども、違う、バナナが好きなんで、私はね、この島プレーンをいただきましたよ。うん、はい、完成しました。いただきます。見てください、これ映える。うん、映える、めちゃくちゃ美味しかったですよ。濃厚で、はい、素敵でございました。はい、綺麗な夕日を見た後はディナーでございます。今回お邪魔させていただきました、こちらサムズバイザシーさん、こんな感じの店内です。なんかね、船の中みたいな感じですよね。そうそう、このスープめちゃくちゃ美味しかった。これ多分分かる人は分かる。はい、でこんな感じのディナーですよ。見てください、このステーキと伊勢海老。伊勢海老なんか子供の頃の親戚の結婚式で食べたくらいですかね。うん、それ以来でした。あ、美味しかった、ほんまに。うん、最高でした。ごちそうさまでした。いい感じでしょ。はい、ってことでディナーを食べた後は沖縄をまったりドライブしていきました。ってことで沖縄旅行の初日終わろうとしています。次回の動画は2日目の沖縄デイ、お楽しみに。